自民党の石破茂新総裁の誕生に金融市場は株安、円高、金利上昇で反応した。財政刺激、金融緩和を主張する高市さなえ経済安保省の勝利を事前に織り込んでいた反動が強く出た格好だ。目先はこうした高市トレードの巻き戻しがいつ収まるのかが焦点だ。石破氏の勝利を受けて、 株式市場では金融緩和を主張する高市氏に期待が高まっていたことから、一旦悲観的なムードが漂うだろうと、大和証券の末広トール・チーフエコノミストは話す。総裁選の投開票が進んでいた、取引時間中には、リフレ的政策を施行すると見込まれた高市氏の勝利を織り込むような動きが広がった。石橋勝利が伝わった直後には、 高市トレードの逆回転が生じてドル円は146円付近から142円後半へと急落日経平均の先物は現物終わり値比で2000円超下落する場面があった今晩の海外市場の反応を見極める必要があるものの週明けは株安で始まると見られている市場では石破氏に対し緊縮財政を施行するのではないかとの警戒感が 根強い。ようやく日本経済がデフレを脱しつつある中でマクロ経済への悪影響が出ないよう期待したいと新金アセットマネジメント投資の藤原直樹シニアファンドマネージャーは指摘するフランス系資産運用会社コムジェストのポートフォリオマネージャーリチャード・ケイ氏は投資家が期待していた結果ではないかもしれず一旦は弱気のムードとなりうる。 経済刺激策が打ち出された中国への資金シフトが生じるかもしれないとの見方を示す早期解散に目線で株高再開ももっとも目先の相場反応は過剰反応との見方もある来週の新内閣発足後は市場の関心は衆院の解散総選挙にシフトする大和証券の末広トールチーフエコノミストは 野党支持層や無党派層の支持も期待できる石橋が世論調査で高めの支持率を得ることができれば結果的に石橋の政策を評価する声も増えてくるだろうと予想する少なくとも2000年以降の日本株には選挙は下位の実績がある2000年以降に解散は8回あり日経平均は全勝トピックスは7回が株高となっている 解散前日終値から投開票日直前の終値までの平均上昇率は、それぞれ5.2%、4.1%だった。早期解散への思惑が強まれば、選挙は買いでもあり、株価は一段高を試しうると、新金 AM の藤原氏は期待を寄せる。財政運営については、規律を保つ方向と見られているが、総裁選の途中で、 トーンンダウンしたことからしても、今以上に引き締めるというのは、世論的にも難しいと、明治安田総合研究所の前田和孝、経済庁サブエコノミストは見ている。コムジェストのケ視は、高市氏や小泉氏が高い支持率を得たことは、新政権でも無視できないだろう。成長戦略への配慮も期待できるのではないかと話す。 金融政策について明治安田総研の前田氏は、石破氏が強く傾倒している分野ではないとして、日銀の判断に任せるというスタンスだろうと見る。解散、総選挙の流れとなれば、株安を引き起こすような金融引き締め的な発言も予想されないとヤマトの末広氏は見ている。安定運営への期待も新政権をめぐっては、安定した政策運営が期待できるだろう。 野村総研の木内昇英エグゼクティブ・エコノミストとの見方が出ている農林中金総合研究所の南武史理事研究員は石破氏にフレッシュな印象はないとしながら政治とかねの問題で有権者に自民党は変わったという印象を植え付けるのに適した人選なのではないかと指摘する11月には米大統領選を控えている 今後、日米のリーダーが変わることになる。地政学の時代になり、TSMC の製造拠点設置も含めて、経済安全保障の分野で、日本が注目を集める中、この分野で、石橋の存在感も出てくるのではないか、と、BNP パリバ証券の河野隆太郎チーフエコノミストは、話している。以下は、ネット上の意見をまとめたものです。 石破氏が掲げる経済政策の中には金融所得課税の強化と法人税の税率引き上げが含まれており金融市場にとってはいずれもマイナス材料だまず金融所得課税の強化については貯蓄から投資へというこれまでとは真逆の方針を打ち出すことで市場参加者の投資意欲がそがれ株価にマイナスの影響が現れる可能性が高いまた 法人税増税を実施すれば、企業収益が圧迫され、前向きな国内投資も抑制されて、これも株価を押し下げる要因になるだろう。金融資産課税強化に、法人税課税強化を打ち出した石破氏が総裁になったのだから、経済の先行きが安定するのは当然だ。一時的には、株価は持ち直すかもしれないが、石破政権が。 本格指導したら、政策に対する失望から、再び下落するだろう。そうなれば、内科の参院選で、自民党は惨敗し、石場氏は退陣、再び総裁選が行われるだろう。今日の為替の急変や先物の,の下落にはこれまでの石場の発言に理由があるのは明白。さらに政策スタンスが財務省よりだからどう頑張っても、 市場が評価するはずもないそれが分かっていながら党員や国会議員はこの人に投票したわけで国民にとっての選択ではなく自分たちの当選のための選択だったのは明らかだと思う早々に解散すると言っているが株式市場の混乱がひどすぎて早期の解散は難しくなるかもしれない先読みが行き過ぎたのかもね先物は暴落中 為替は一気に円高。市場としては、石破さんの総裁就任を悲観的に見ているということですね。あとは、総選挙で国民の真意を問うことになりますが、野党第一党も、増税投首じゃない。本当投票先ないよね。国民のために政治してくれる政党出てきてほしい。どこに政権移るにしても、増税路線だけは勘弁してほしい。自民、 立憲では確実にに増税待ったなしになしる穴デフレ脱却に30年もかかりましたジャパンワーズナンバーワンでアメリカに嫌われ円高そして日本から中国への乗り換えようやく日米同盟が強固となりデフレ脱却が目前となりましたまた緊縮財政増税にてデフレにならないように心中で 日米同盟がが揺るがないいいように願いたいですできればイノベーションを推進してほしいですね経済は落ちていくでしょうね利上げを推進してさらに法人税を上げるようなので賃上げも鈍化しますしますます倒産する中小企業も増えるでしょう株も暴落後反発しますがその後徐々に加工していくかと金融市場などにとっては厳しい時代になりそうです 決選投票の票差は僅差であったため石破さんの政策をすべて実行することは難しく、高市さんの政策も相当を入れていかないと党が割れてしまう。石破さんの持ち味は安保と農水、地方創生であると思うので、経済に関しては高市色が強く出てくるのではないかと思う。すべては党役員、組閣人事における高市さんのポスト次第かと思いますが、 石場さんの内容ってロマンチストなんですよね。法人税を上げても配当を減らし、陳情というサイクルにはならないでしょう。そもそも会社は株主のためにあるわけで。もちろん、働く会社員としては従業員に還元されたら嬉しいですが、実際は企業のコストカット、人件費削減が進むだけかな。そもそも上場企業の社長。 取締役が株主に背任行為なんかしないでしょうに。石破さんの発言を見てたら極めて当然のマーケットの反応でしょう国民が一番政府に要求するのは経済回復だ一人一人が使えるお金を増やすことで社会にお金が回り誰かの儲けになりその儲けからまた新しい買い物ができ他の誰かの所得に変わる 国民みんなつながっているのだ。政府が真っ先にやる任務は国民が使えるお金を増やすサポートだ具体的には買い物罰金である消費税を今はゼロに戻すこと圧倒的スピードで買い物が増え社会のお金の循環が良くなる同時に罰金がなくなるので全国民の年収がアップする物理的にそうなる支える財源は2つ 新規国債発行と一番儲けている国民から税金をもらい段階を分けて低所得者からは少なく税金を集める累進課税ルールに戻すことだ昔はこれで景気アップできていたのだバランスが日本経済を支えたのだ自民党が一番苦手な経済対策を反省しこれをやれるかだ試しに期間限定で試せばわかる やらないで、無理無理ばかりぼやく余裕は国民にはないのだから。